どうも、クーニンです。本日はクーニンズ対クーニンズをお届けします。公式戦の後に実戦練習を行ったクーニンズ、その際メンバーは普段とは違うポジションにつきました。サードは緑川、ショートはクーニン。普段とは違うポジションをこなし、守備で新たな気づきを得るために行っております。ピッチャーには浦野が入ります。まずは先頭バッタータカ、キャッチャーはゴリポン。まっすぐで追い込みます。インコースに構える。ここは打たせました。内野フライ。続くバッターは147キロ右腕前澤くん。前澤くんにはこのスライダー、泳がされます。最後はセンターに飛んだ。センターには折笠、ギリギリキャッチ。ファインプレーみたいにしてんじゃねえ。センター違うポジションから眺めることで声かけだったり確認作業が変わってくる。その中で新たな気づきが生まれる。バッターはイカイダー。変化球にタイミング合わず空振り三振。そしてここでラーメン中洲にピッチャーが変わります。小麦畑を所有する中洲、対するは今年打率3割のライル。ランナーは三塁にいます。インコースまっすぐ、ワンアウトランナー2、3塁想定。ライル打ちました。ショートゴロ、ショートクーニン切り返す。間一発前澤君帰ってきました。ナイスラン。再びワンアウト3塁。高打ちました。ライトには西下、普段はセカンド。バックホーム、リオ帰ってきます。ランナー2、3塁で前澤くん打ちました。ここがファーストゴロ、しかしカズロを弾く。2人が帰ってきました。なおも1回だ。1回だはレフト前ヒット。そしてレフトには男子マネージャーのまっちゃん。まっちゃんは元高校球児、首の怪我で野球は断念したものの、レーザービーム、やや低いものの球が速くて一度ビビりました。そしてライル、キャッチャーは上野に代わってます。打っていってファール、スライダー、ここはノースイング。最後スライダー、ここはゲッツ。そして中洲は投球を終えます。ピッチャーはサイドハンドのズッキー。そのズッキー、先頭バッタータカ、タカ打ちました。当てた打球西下、当てた打球ぐんぐん打球は伸び、西下の頭を越えました。ここからは中継プレー、折笠和郎とつなぎ、ホーム投げますか、生還。続いて前澤くん、変化球で打ち取りました。そしてキャッチャーのゴリポン、打撃には定評があります。ここは打ち上げました。そしてライル、上野、この日は左右に投げ分けさせることを意識してリードしておりました。ライルはレフト前ヒットということで、メンバーがいろんなポジションを守りながら実戦形式を行いました。
普段は見慣れない景色から野球をすることで新たな気づきを得るという企画。遊びの中から新たな気づきを得たい、そんな思いで取り組みました。今日の練習は以上です。クーニンズ VS クーニンズ、次回もお楽しみに。肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛けた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。